ヤガミレンの王子チャンネル。はい、今日はですねメッセージの方で薬何飲んでますか、あと花粉症が始まったかもしれなくて目がきついですっていうメッセージがあったので、それに答えていきたいなと思っております。俺はまあ半年1年ぐらい前にも血液検査を受けてるんですけど、俺猫アレルギーだと思ってたんですけど猫アレルギーじゃなかったんですよ。でも猫とか触ってると割と目が痒くなったりとか花粉症になったりみたいな症状になったりするんで、なんでだろうとは思ってて、でそうですね、で俺ペットを飼ってるんですけど、チンチラとウサギを飼ってるんですけど、そのウサギとかも俺アレルギーだと思ってたんですよ。でもまあ可愛いからというか、ねウサギは言うて2代目だったりするので、はい、なんかアレルギーだろうなとは思ってたんですけど、実は血液検査したらその牧草のアレルギーで、食べ物ですねウサギたちの、なんで俺はその牧草をあげるときには結構何 N92 みたいな結構ちゃんとしたマスクして、でその手袋みたいなのして牧草をあげたりしてるんですけど、そのだから薬をね結構頻繁に飲むんですよ。花粉症も鴨ヶ谷と杉とかあるんで、なんだろう、いついつ来るなっていう風なのが全然覚えられてなくて、うわやばなんか調子悪いなっていう時に飲んだりとかしてるんですけど、結構頻繁的に飲んでます。でこちら僕の薬ボックスですね。なんかお菓子もらった時の箱なんですけど、俺が飲んでるのは、これは別にその俺は別お医者さんじゃないから、なんだろう、これ飲むといいよっていうのは、これ効くよっていうのは多分薬事法的に良くないなぁと思うので、なんとなく俺がただ飲んでるのを紹介すると、こちらピラノアっていうやつなんですけど、ピラノア、はい、これは空腹時に飲むやつですね。うん、あとまあピラノア飲んでるときはこのこれとかフェキソフェナジン、これはもうあれですよ、よくみんなが飲んでるやつですね。結構花粉症の方はこれジェネリックなんで、フェキソフェナジンの正式名称なんだっけな、まあ本当に一番よく飲まれてるやつですね。でも本当に普段から飲んでるんでもう使いかけなんですけど、フェキソフェナジンがちょっと体に慣れすぎちゃって効かないなーっていう時はポララミンにしてますね。はい、でも割とポララミンもフェキソフェナジンも全然俺あんま眠たくならないので、飲んでもで飲んでね運転しても別に割と平気な人なのでって感じですかね。でまあこの際なんでちょっと他飲んでるやつも紹介すると、このこれはピリドキサールですね。これはビタミン D とかなんですけど、これは割とお肌のためとかに飲んでますかね。あとはシナールとかも普段飲んでるんですけど、ここにないですね、シナールが。今日補充しないといけない、あっちにめちゃくちゃあるので、結構60日分とかもらって飲むことが多いのでって感じですかね。でなんかオイラックスとか、オイラックスとかもう昔からずっと飲んでるな、飲んでないや、飲んでない、使ってるな。このオイラックスとかはよく使うかな。このジンマシンとかかゆみとかになった時は塗るって感じですね。あとロコイドもあるな。これは何用なんだろう、ホルモン剤って書いてあるんですけど、ひどいニキビがもしひどくなったらこれと、もうほぼほぼこれは塗ることないですね。ステロイドなんでちょっと強いのでって感じですかね。はい、あとは漢方とかもちょっとあるかも。あれないな、喉用の漢方とかもまあ一応常備はしてます。なんか俺すごい結構薬
多分普通の人より全然飲むと思いますね。うん、でもまあまあまあ症状がある時とかうまく付き合ってるなって。で眠れない時はデパスを飲んでますねぐらいです。まあ薬の飲みすぎは良くないかもしれないですけど、まあ漢方でね、そのまあ免疫力をちょっと助けたりとか、まあアレルギーでしょうがない時はいいのかなっていうふうには思っています。でじゃあこれで僕の薬紹介は終わりますね。はい、もう花粉症の方とかもいると思ってね、ほんと花粉症じゃない方は本当にラッキーだと思ってください。めちゃくちゃきついね。はい、で花粉症の方はまあちょっとお薬の効果とかね助けてもらいつつ、はい、乗り越えましょうということで、今日はこの辺でバイバイ。